じゃあ入場曲なしで。俺は絶対曲流さないでくださいよ。俺は曲あれで、俺は曲あれで入るんで。あ、いいよね、二人。そっちも仲いいじゃないですか。え？そっちも仲いいじゃないですか。いや、あんまよく。なんでてめえ疑問に持つんです。ならいいだろう。お願いいたします。あるならやってみろ、失業と。さんまさんと鈴木さん。あるんだ。はい。この前もその世界大会取ったことで、こう、タッグチームとしてのなんか手応えみたいなのを使いました。ありません。ないですか。どうですか。いや、まだまだね、伸びしろはあるんじゃねえかななんて思ったんでね、うん、なんかちょっと若手な気分、うん、一番ベテランなんじゃないですか。あ、2番目ぐらいですか。2番目ぐらいになっちゃったんですけど、うん、まだまだいけんじゃねえかなって、うん、時代を作れるんじゃないかな、ね、バカの時代作ろう。そう、作ろう、うん、作ろう。若手だよ、ね。若手なの。じゃあ入場曲なしで。いいよ、ダッシュして。シャーっつって。いいよ、それで全然ごめん。じゃあそれ次セミファイナルです、うん、俺は絶対曲流さないでくださいよ。俺は曲あれで、俺は曲あれで入るんで、この人一人で。俺も曲あれで入ります。俺も曲あれで入る。お前いいよ、3回ぐらい曲流して。お前なんだよ、お前そんな長いの。まあいいよ、別にその誰が何と言おうと入場曲流さないでくださいね、諏訪間さんの入場で。シャーっつって入ってきてくださいね、若手のつもりで。じゃあお願いします。これもだって残り、これ切らないでくださいね。残りますか。これやってよ、やってくださいよ。俺は普通に俺の曲で。ちょっと待ってくれよ。なんで俺も嫌だもん。嫌だ。世界タッグで、世界タッグのさ、後楽園で防衛戦ちゃんと曲で俺を入りたいですよ。いや、あなただって別にいいよって言ったじゃん。俺はめられたみたいになっちゃってるじゃん今。ちょっと頼む。いや別に毎回はめられてるから今更の話だからそんな。いいんですよ。落とし穴にちゃんと落ちてくれる。ちょっと待ってくれ。そういうことでじゃあ、はい、せあの音楽なしで、注目です。ちゃんと入りますわ。一番最初ね、はい、チャンピオンだけ一番最初ね。ちょっと勘弁してよ。シャーッつって。考えてます。さあどうだ。そうそう、鈴木さん、今回その世界タッグを取ったことで、こう正式になんかタッグチーム名とか考えてないですか。え、リーダー。いや、俺リーダー。はい、リーダー。え、だって、なんかみんなバカタックとか、バカバカコンビとか、なんかそんなの言ってるよね。みんなに俺、いや、いいっすよ。みんな言うんだよ、そうやって。ああ、うん、まあ、だからバカを広めてやろうかななんて思ってたんだけど、ああ、うん、でも、まあ、俺らバカなのかもしれないけど、真面目にやってるからね。かもしれないと思ってるんですね。バカだとは思ってない。リングネームをスワマの馬を馬にして後ろに鹿つけてスワバカにすればいいんじゃないですか。でスワバカブラザーズどうすか。バンドか鈴木さんの方に行こう。でも別々でいいっすよ。え、別々で入るから。あ、まあそっか。まさかリングネーム変えられないよ。もう変えたらいいんじゃないですか今かな。いや新人みたいな気持ちあるんだから。スワバカ、スワマ公平でやっぱり。いや全国のスワマって人いるからね、うん、それがダメなんだ。それ傷つけることはできない。以上です。あ、タグチーム名どうもタグチーム名ですか。タグチーム名皆さんがつけられてるのでいいんじゃないですか。何ですか、何ていう名前なんですか。一番多いのは普通にバカの時代。バカの時代は、まあ何でもいいですよね。バカにしてくれるからね。そうですよね。みんなバカにしてやるっていうだけだからね。みんなにバカにされるじゃなくて、ね、みんなにバカにされる。みんなをバカにしてやる。みんなバカにしてやる。みんなにバカにされる。俺らの大義だ。俺だからみんなにバカにされてる気がするけど、大丈夫ですか。大丈夫。大丈夫。強いから大丈夫。OK、以上です。まあまず俺はまあその真面目な話、ちょっと時間経つの早すぎて、そのプロレスをやってて。全てがもういろんなことがすごい速度ですごい回数いろんなことが起きるからラグがないというか、あ、もうあと横いるわっていう感覚なんで、まあ、良くも悪くもだと思うけどかなりいいタッグにはなれると思うな。うん、そうですね。まあ手の内も分かってるし、なんか大体考えてることも分かってるし、まあ、飲み行っても楽しいし、なんかそういうことで新たな何かが生まれるかな。組むっていうのが
真剣に組むの初めてなんで、組んだことあるけど真剣なこうタイトルマッチっていうの初めてなんで、それは新しいのが何か生まれるとは思うんですけど、うん、そうか、何かそれは試合で生まれるのかどうなるか、まず一発目の相手がここだとは俺は思ってなかったけど、確かに必ず勝たなきゃいけないシチュエーションでここが来るとは思ってなかった、うん、考えよう。仲いいよね、二人ね。そっちだって仲いいじゃないですか。え？そっちも仲いいじゃないですか。いや、あんまよくない。なんでてめえ疑問持つんですよ。仲いいだろう。え？仲いいでしょ。いじめられてる感がある。いや、これもう入ってんじゃん、こんな笑っていいの、こんなに。本当ダメ。自分に疑問が出たわ、今。いじめられてんすか、そんなにで。え？いじめられてんの？いじめられてないっしょ。いじめられてないっしょ。怖いよ。もう怖いって大祭で。もう衣装終わりで書いて。いや、もう4週ぐらいしてもらって、曲、はい、4回ぐらいリピートしてもらって。まあ、この人ないから曲ないんで、はい、その分、枠があるからやっていただいて、あ、やってもらっていいと思います、私は。佐野選手はどうですか。いやー、まあ、俺も曲流すつもりでいるんでね。いや、ダメだよ、絶対。絶対ダメだよ。ダメじゃん。シャーって。やってさ、君ちゃん。じゃあ、俺が曲出してくるから、一番最後で言うまいですよ。ちょっとやめて、そこは。シャーって。それ、いいですよね、最後にね。さあ、一番最後に。みんな見たがってるってちゃんとした入場。いや、もういいでしょう、何回見てんだから。まあね、それはそうなんだけど、長いよ、本当におじいちゃんみたいな。え、おじいちゃんみたいですね。大丈夫ですか。大丈夫。眠たいんですか。いや、やる気ないの。また一度来た。やる気ないわ。いや、大丈夫です、ありますよ。大丈夫ですか、うん、はい、ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか。熱を帯びてる会見ですね、うん、白熱してるのも話でしょうか、うん、ちゃんと質問に返さないからね、質問も来ないですよ、なければ、それでは、写真撮影に移らせていただきます。はい、ありがとうございます。じゃあ質問をこちらお願いします。ありがとうございます。すみません、続けてこちらお願いします。あります。はい、ありがとうございます。お願いします。